こちら大型、今の使い方は何だ、どうした彼だ、車のバランスに何か問題でも発生したのか。ノープロブレム、ちょっとした微調整です。あのバトルに僕が加わるタイミングは意外に早いかもしれません。RDRS の出身です。4歳でカートを始め、7歳から英国カート選手権に参加、その後2年で英国の著名なタイトルを2つ取ります。10歳で F4 を参加、こちらも2年でタイトルを奪取。レーシングスクール訓練生には日本でいう卒業試験のようなものが義務付けられているのだそうですが、そこで片桐選手は全てのミッションでトップ通過を果たして卒業していったそうです。その時叩き出した総合得点はスクール始まって以来の新記録だったそうで、現実のコースでもシミュレーターでもタイムを作るセンスが尋常ではないレベルだったと RDRS 関係者が興奮気味に教えてくれました。